バレーボールイタリア女子代表はバレーボールの国際大会で編成されるイタリアの女子バレーボールナショナルチームである。愛称はアズーレでアズーリの女性型としてバレーボールに限らず女子のイタリアナショナルチームの愛称として使われている。1947年に国際バレーボール連盟へ加盟。バレーボールは イタリアの女子スポーツの中で最も競技人口が多く10万人以上がイタリアバレーボール連盟に選手登録をしている。2001年にマルコ・ボニッタ氏が監督に就任すると同年の欧州選手権で銀メダルを獲得2002年の世界選手権で下馬票を覆し初優勝を果たした2004年のアテネゴリンではベスト8とまり2006年の9月に ボニッタ監督が解任し、同年の世界選手権前に、マッシモ・バルボリーに監督が就任した。同大会で2連覇を狙ったが準決勝で、ロシアに敗戦し、3位決定戦で、セルビア・モンテネグロにストレートで敗れ、4位に終わった。2007年より、元キューバ代表で後、我がネメダリストであるアゲロの加入で、同年の欧州選手権で、初の栄冠に輝くと、 同年11月のワールドカップでは、データバレーと緻密なコンビバレーがうまく機能し、ブラジルにストレート勝ちするなど、11戦全勝という快進撃で金メダルを獲得し、北京五輪の出場権を獲得した。なお、同大会では3年ぶりに代表を復帰した上位が MVP に選ばれた。2008年の北京五輪では予選ラウンドを2位通過したが、準々決勝で、 アメリカに2の3で敗れ、ベスト8止まりだった。2009年は、若手主体で挑んだ、モントルーバレーマスターズで準優勝。ベテラン勢が復帰したヨーロッパ選手権の決勝で、オランダを下しに連覇を果たした。この結果、同年11月のワールドグランドチャンピオンズカップに、初出場し、同大会で、ブラジル、日本に勝利し5戦全勝で、初優勝した。 2010年に入ると有望な若手が起用され、ワールドグランプリで3位となる。世界選手権では1次ラウンドで、ブラジル、チェコに敗戦を喫し3位通過となった。2次ラウンドではアメリカから白星を挙げたが、5から8位順位決定戦に回り、最終順位は5位であった。2011年、3連覇を狙った欧州選手権で4位とメダルを、逃す結果に終わる。 同年11月のワールドカップには FIVB の推薦枠で出場すると、その年に代表入りしたコスタグランデの活躍もあって、初戦の日本戦を皮切りに連勝回道を進み、最終的には大会に連覇を果たした。2012年のロンドン五輪では予選ラウンドでロシアにフルセットで破れるも2位通過した。しかし、準々決勝の韓国戦で、 まさかの敗戦により3大会連続でベスト8、敗退となった。2013年、世代交代を図るべく、ディウフ、キリケ、ラなど、積極的な若手の起用が目立つも欧州選手権では6位と、惨敗。2014年に、かつて代表チームを率いて、世界選手権制覇へ導いたボニッタ氏が、再び監督に就任した。ロンドン五輪以来、代表から離れていた。 ピッチニーにロビアンコなどベテラン選手を復帰させた。同年級から10月に地元で開催された世界選手権では3次ラウンドへ順調に進出し、アメリカ、ロシアを下してセミファイナルへ進出したが、準決勝で中国に敗れ、3位決定戦でブラジルに赤敗し、惜しくもメダルを逃す結果になった。2015年秋に開催されたワールドカップでは、 前回大会の優勝チームではあったが、出場は叶わなかった。同年開催された欧州選手権は準々決勝で、敗退し7位で終わった。2016年のリオ五輪欧州大陸予選では、当時17歳だったオイロとエゴネをスタメン起用し、3位決定戦で取ることのフルセットの激闘を制して、世界最終予選への出場権を獲得した。同年5月に開催された、 リオ五輪世界最終予選は、首位通過したが、リオ五輪では、予選ラウンドで敗退し、4大会ぶりに9位という成績で終わった。2017年、ダビデ・マッツァンティ監督が就任。ワールドグランプリでは、予選ラウンドを5位で通過すると、決勝ラウンドの準決勝で、リオ五輪優勝国、中国にセットカウント3-1で勝利した。決勝戦では、ブラジル相手に惜敗したものの、 2005年大会以来3度目となる銀メダルを獲得した。同年9月に開催された欧州選手権では、準々決勝でオランダに惨敗し、5位という結果に終わった。2018年夏に開催されたモントルーバレーマスターズで初優勝を果たすと、同年9から10月の世界選手権では3次ラウンド、第1戦の日本戦まで10戦負けなしの強さを見せつけた。 準決勝では中国をフルセットの激戦の末破り、2002年大会ぶりの表彰台を確実にした。続く決勝ではセルビアと対戦し、再びフルセットの激闘となったが、あと一歩及ばず準優勝となった。2019年8月に地元で開催された2020年東京五輪大陸間予選では3戦全勝して、 本大会への出場権を獲得した。同年9月に開催された欧州選手権では3位決定戦でポーランドを破り2009年大会以来となるメダルを獲得した。1964年から1992年まで、不参加1952年から1974年まで、不参加1973年から1995年まで、 不参加2020年東京五輪大陸間予選に登録されたメンバー。ありがとうございます。